こんにちは、夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今日は次男のサッカー観戦に来ています。今ランチタイム、それから練習試合してます。今日は家族4人で出かけたんですが、吉方位が違ったので2箇所のコンビニで飲み物を買ってから出発しました。そんな風に家族で違う吉方位に行ってから目的地に行くっていうのもありですよ。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。